日本は次期戦闘機開発に着手していますが、新進のテスト飛行終了後話が二転三転する結末。次々機戦闘機を準国産開発するために、現在、イギリスとイタリアとの共同開発計画に参加している。今回は、その3カ国共同開発での XF9 エンジンが使用されるのか詳しく深掘りしていきますね。F3 戦闘機開発は、加速され非凡に導入されるのか、F35 戦闘機でも、かなりの開発期間がかかっていますし、やっぱり X2 新進を量産化して航空自衛隊に導入する方が早いような気がするのは私だけ。新進をちょっと大きくして格納部分を増やすと世界最強になるかな。タイトルに関するネット上の意見あれこれを紹介したいと思います。残念ながら使われないよ。日本がイギリスと組んだ時点で、あっちのロールス・ロイス社製エンジンで決定。石川島播磨重工のエンジンで間に合わせるっていうなら、テンペストは、ドックの昔に、FCAS、フランスとドイツが主導している将来戦闘航空システム、フューチャー、コンバット、エアー、システムに統合されて、フランスのスネクマ社のエンジンを搭載してるはず。すでに予算がついているなんて、当然のことを書いてますけど、そりゃ予算はつくでしょうよ。国会を通ったんだから。F3 戦闘機については、エンジンは、ロールス・ロイス社が主管になってるから、日本は、圧縮機とか、肝でないエンジン部分の開発や生産を任されるんじゃないか。日本向け以外の F3 には、ロールス・ロイス社が責任者になっているエンジンが採用されるのは間違いないね。日本向け F3 には、オプションとして、石張が作ったエンジンを乗せるかもね。日本が、どうしても国産エンジンじゃなきゃと主張したら、日本用の F3 だけならできるんじゃないかと思います。でも、そうなったら、ロールス・ロイス社のエンジンに石張は絡めなくなるでしょうね。つまり、イギリス向けやイタリア向けだけではなく、将来的に F3 戦闘機が輸出されるとしても、日本の石張は、蚊帳の外ということになっちゃうんですね。EJ200 のタービン温度が 1550°C という数字はデビュー当時のもの。勝った。って思うけど、そこで喜んでちゃ、お気楽すぎだよ。日本の IHI、石川島播磨重工にタービンブレードを作らせたら即解決じゃん。国際開発の中で低中圧のタービンブレードなら作れるというので、試しに日本メーカーに作らせてみたら大失敗という低たらく。同じ国として、日本メーカーがその尻を拭くのは当然だろう。ロールス・ロイス社は、トレントエンジンでも高圧タービンは手放さなかった。しかも、高圧タービンは、低中圧タービンよりずっと難しかったのに、ロールス・ロイス社は問題を起こさなかったよ。ロールス・ロイスは発表していないから、具体的温度はわからない。でも、EJ200 シリーズ最新型の EJ260 は、EJ200 より、出力 30% 割増し。当然、バックには、ハイスピードなテクノロジーの進歩があるんだろう。1550°C という温度は、1980年代半ばの EJ200 が開発された頃に叩き出した数字だよ。それから40年も経っているんだけどね。日本製エンジンは使われないでしょう。エンジンは実績が重要。昔よりコンピューターが進化して、今は、正確なシミュレーションができるようになったけど、やっぱり実際に使ってみないとわからない不具合はたくさんある。実績が全くないエンジンを戦闘機に採用するなんて、賭けですよね。予算がついたから国産で、となるとは限りません。今までのように、日本は、大金を出して完成品を買うことになるでしょう。もし国産にするのなら、入札か随意契約でとなるだろうし、結果は公示されるから確実にわかるはず。日本製エンジン、当然使われるでしょ。日本では、もう、次期、戦闘機エンジンの製造と、機体設計に、とっくに予算がついてるんです。軍事に関する限り、ニュースでも、利権が絡んだリークや、観測気球みたいな記事が、すごくいっぱい出るよね。ヨーロッパのサッカー選手の移籍とか、サッカー代表監督なんかは、代理人が有利な契約ができるようにあることないこと、自分側に、いい情報を流すけど、
軍事は動くお金もどでかいせいなんでしょうね。そういう関係のニュースの精度はひどい。こういう嘘に惑わされない方がいいです。日本の次期戦闘機用エンジンシステムは、設計まで日本の IHI と契約締結されてます。予算を紹介してあげると、2021年度は、次期戦闘機用エンジンシステムその1で、契約相手は IHI で契約金額は158億円。2022年度は、同じくその2のエンジンシステムで、相手方は、やっぱり IHI、契約金額は164億円です。これが、次期戦闘機エンジン設計予算から出てるのでちゃんとわかります。IHI が設計したエンジンを次は製造するわけですね。ロールスロイスのエンジンなんて影も形もありませんよ。日本は IHI が設計まで契約済み。今年度は製造にかかるわけです。IHI 以外にどの企業が IHI が設計したエンジンを製造すると言うんですか？イギリスは2027年に EJ200 の実証機を飛ばしてみたらいいんじゃないでしょうか。エンジン性能のネックになるタービンの入り口温度は XF91 の段階で摂氏1800°C 以上を叩き出したんだけど、 EJ200 戦闘機のは摂氏1550°C くらいじゃないですか。それでどうやったら間に合うって思えるんだろう。日本向けの F3 戦闘機には日本のエンジンを乗せるってことで納得してるんですね。イギリス向けもイタリア向けも、それぞれ自分の国の企業に金を落としたいだろうから、ロールスロイス社は自前のエンジンをつけられるならやっぱりつけたいでしょうね。となったら、日本のエンジンのライセンス生産にするとか？タービンブレードとか一部のネックになる部分は日本に作ってもらうかの二択でしょうね。EJ200 のタービン入り口温度って、今は一体何度なんだ？ロールスロイス社は、旅客機用のトレントエンジンでも、爆発事故とか破損事故とか起きてるんだけど、知らないのかな？解決策として、日本の IHI にタービンブレード作ってもらってるわけなんだけど、あんまり知られてないのか。日本の IHI の実証エンジン XF91 のタービン入り口温度はなんと 1800°C。じゃあ、EJ200 って何度なんですかね？イギリスで2027年に飛行させる実証機を EJ200 たす SG インテークで行うって発表があったからでしょうね。日本は製造しようかととっくに提案してるのに、XF9K 以外のエンジンで一体何があるんですか？イギリスには EJ200 しかないですよね。XG240 戦闘機も実験中という話が聞こえてきたけど、全情報出てこないんですけど。何回も言うけど、EJ260 だってドライ8トン、AB13 トンの非力なエンジンじゃないか。次期戦闘機どうやって飛ばすつもりなんだよ。タービン入り口温度って、ジェットエンジンの推力を増やすボトルネックなんだってさ。だから、そこが何度まで耐えられるのかって質問なんです。さっぱり、数字で答えが出てこないんですけど。ごまかしてる？イギリスで2027年に飛ばすと言ってる実証機は EJ200 戦闘機。だからバカにしてるんじゃない？トレントエンジンのタービンブレードって、ロールスロイス社が作ったものだった。要するに、ロールスロイス社が自力で問題解決できなかったから、IHI が解決してあげんたでしょ。だけどそれをごまかしてません。何の印象操作しようとしてるんですか？そんなに一生懸命になって。高圧タービンは手放してませんって言い張るけど、中低圧で不具合出したのに、ロールスロイスは自分たちで解決できなかったよね。1550°C ならロールスロイスでもできるだろうけど、1800°C 以上になったら素材技術がある国じゃないと作るのは無理でしょ。全くと言って良いほど情報は出てこないんだけど、XG240 はテストを続けているみたい。一応は。日本から高温に耐えられるタービンブレードのテクノロジーを教えてもらっちゃったのかも。どうしたって、日本で次期戦闘機を使い始めるスケジュールには間に合わないんだけどね。
イギリス国内向け戦闘機は、自国が作ったエンジン使うだろうから、X240 エンジンにするかもしれないけど。間に合うならねの話だけど。防衛省が、ついに、12式地対艦誘導弾の延伸技術を、1年前倒しとの決定発表したとの情報をキャッチしました。今回は、この和製トマホークとも言われる12式地対艦誘導弾改めを詳しく見ていきます。12式地対艦ミサイルは、射程なんと200キロでした。それを、三菱重工が改良を重ね、ようやく、1500キロへと延伸技術を確立。マジで、やばい三菱重工。日本の防衛力強化に必要な会社へと変貌を遂げましたね。2023年12月15日、現在の日本の岸田内閣の木原防衛大臣は、2026年度からの実戦配備が予定されていた12式地対艦誘導弾等の能力向上型を1年間前倒しし、2025年度からの配備とする旨を記者会見で表明した。オリジナルの12式地対艦誘導弾等は、その名称が示す通り、2012年より陸上自衛隊の部隊において調達が行われている兵器で、その最大有効射程距離は、およそ 200km 弱と、決して長距離打撃兵器とは呼べない。この12式地対艦誘導弾等は、装輪式の車両の後部に、ミサイルの本体の発射筒を搭載する形式の兵器であり、その使用は、自発型と呼称される陸上装備で、陸上から敵の艦艇の接近を阻止する目的で配備が進められている。現状の12式地対艦誘導弾等は、訓練用に、陸上自衛隊の富士共同団の特化共同隊に配備されているほか、奄美大島の瀬戸内分田室地、熊本の県軍駐屯地、そして沖縄の宮古中駐屯地、石垣駐屯地に配備されている。このように、オリジナルの12式地対艦誘導弾等は、中国の軍事的圧力の増大に呼応して、九州の各地に実戦配備が行われている状況であるが、これは、ひとえに前述した射程距離の短さゆえに分散配置を強いられているゆえだと思われる。これに対し、改良型である12式地対艦誘導弾等の能力向上型は、最大射程をまず 900km ほど、そして、最終的には、およそ 1500km ほどと大幅な延伸を行うことが予定されており、事実上は新型のミサイルと言っても過言ではない。さらに、12式地対艦誘導弾等の能力向上型では、地上発射型の地発型にプラスして、航空機から運用する空発型、艦艇に搭載して運用する艦発型への発射母体の多層化が盛り込まれている点もポイントとなる。これによって、12式地対艦誘導弾等の能力向上型は、陸海空の3自衛隊において、各々が運用する用の長距離打撃力を有する追艦兵装となる見込みであり、将来の国産長距離ミサイルの代表格に位置づけられることとなるだろう。今回、12式地対艦誘導弾等の能力向上型が、当初の予定よりも1年間早い前倒し配備が打ち出されると、例によって、日本国内の大手マスメディアの報道の一部で、さも日本が軍事大国化しようとしているかのような報道が踊った。これは、12式地対艦誘導弾等の能力向上型が、現行のオリジナルに比して、飛躍的に、その有効射程を延伸することから、自衛隊の装備として許された自衛の範囲の兵器としての範疇を大きく逸脱し、
敵基地攻撃能力として機能しかねないというお決まりの批判だ。昨今の各国のミサイル兵器の長射程化は、ここ近年でも、これまでの歴史上で類を見ないほどの速度で進行しており、従来の物差しで測ることが、いかに無意味であるのかを全く考慮していない典型例といえる批判だろう。今も、進行中のロシアによりウクライナ侵攻を俯瞰してみても、ウクライナ側の苦戦の大きな要因の一つとして、長距離打撃兵器の不足が挙げられることは自明の理であり、特定の人々には、その残酷な現実を直視する能力が欠けていると思わざるを得ない。一二式地対艦誘導弾等の能力向上型の配備の1年間の前倒しに先んじて、日本政府は、すでにアメリカから調達するトマホーク巡航ミサイルについても、同様の措置を取ることを表明しており、その危機意識は伝わってくる。日本のトマホーク巡航ミサイルの調達に関しては、残念ながら、すべてが当初予定していた最新型のブロック5ではなく、半数の200発は、全バージョンのブロック4となる模様だが、幸いにも、射程距離に関しては、大差のない 1600km ほどと見さされている。トマホーク巡航ミサイルは、アメリカの現レイセオン社が生産している兵器だが、西側諸国製のこの手の兵器としては、最も実戦で使用され、その有効性を示すとともに、1980年代の開発時から、幾度となく新型にバージョンアップされている。したがって、その兵器としての信頼性は、西側諸国製の巡航ミサイルの中でも群を抜いて高く、実戦での使用も、1991年の湾岸戦争、1999年のユーゴスラビア紛争、2003年のイラク戦争等で行われ、高い有効性を示し続けてきた。こうした状況を受けて、2004年頃には、日本の海上自衛隊においても、当時の中期防衛力整備計画、2022年に防衛力整備計画に改称で取得を目指す動きがあったと、今日では伝えられている状況である。それから9年が経過した2013年頃、日本側は、当時の中期防衛力整備計画の策定に照らして、仮想敵国の長距離打撃兵器、大陸間弾道弾等への対処を施行する中で、トマホーク巡航ミサイルを、その有効な戦力と再認識したと言える。そこで、日本側は、当時のアメリカ政府に、トマホーク巡航ミサイルの取得を政治的に打診したと言われているが、この時期のアメリカ政府は民主党のオバマ政権であったが、日本の情報セキュリティ体制の不備を懸念して却下したとも伝えられている。これは、今から見れば、わずか10年ほど前のことであるが、そうした当時の日本の情報セキュリティ体制の不備以外にも、当時のアメリカ政府は、政治的に、中国や韓国といった日本の近隣諸国からの反発が大きいことも考慮したと言われている。こうした逸話が 100% 事実であるか否かの検証は望むべくもないが、少なくとも、2013年前後のアジアにおける軍事的な状況は、アメリカをして、同盟国たる日本に、トマホーク巡航ミサイルの供与を躊躇させる時代だったと言ってよいだろう。そこから、10年で、中国軍の軍事力の強化は著しく進み、ことに、長距離打撃兵器としてのミサイル技術の進展と実戦配備は、予期されたペースを大きく上回る速度で進み、アメリカ側の考えも大きく変化したと考えられる。現在、日本が、一二式地対艦誘導弾等の能力向上型や、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルの取得を促進する政治的な件付けは、いわゆる安保関連の3文書と言われるものを、時の政権、内閣が承認することで実行に移す仕組みとなっている。いわゆる安保関連の3文書は、上位のも、から国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の順番で成り立っており、一二式地対艦誘導弾等の能力向上型やトマホーク巡航ミサイルについては、最上位の国家安全保障戦略の取り組み事項に属する。国家安全保障戦略では、これら一二式地対艦誘導弾等の能力向上型やトマホーク巡航ミサイル等の長距離打撃兵器を、反撃能力としてのスタンドオフミサイルに位置づけており、今の時代に即した抑止力の保持に必要だと謳っている。
この反撃能力という表現は、かつては、敵基地攻撃能力と政治上では表現されてきた経緯があるため、大手のマスメディアで多数語られているように、戦力の不保持を憲法に明記してきた日本の国情とあり方に反するという批判が絶えない。そうした批判をかわす意味もあり、現在の日本の政権は、敵基地攻撃能力を反撃能力と言い換えることで、その推進を政治的に進めている感は拭えないが、今の時代、防御用の兵器のみで、国防に必要な要件を達成させることは困難である。そのため、万が一に、日本が、今後、他国からの武力行使にさらされないように、それを抑止するために長距離打撃兵器を保有しておくことが求められているわけなのだが、この理屈を国民の大多数に浸透させる試みは未だ不十分に思える。くしくも不幸にして発生してしまったロシア・ウクライナ戦争における教訓を挙げるとするならば、借り物の兵器で自衛戦争を戦うことはやはり困難であり、できる限り国産兵器の供給力を高めておくことは必然だという点だろうか。幸いなことにウクライナと異なり、日本は島国に海洋国家であるため、敵国の軍が大規模な兵力を持って上陸してくる事態は地理的に困難だろうが、敵艦艇の接近拒否を図る兵器は数を揃えておくことは必須と言えるだろう。自衛隊基地やアメリカ軍の航空機離着陸訓練基地を建設予定の島が鹿児島県馬毛島です。この馬毛島に作られる滑走路や港湾施設などのイメージが公開されました。今回はこのイメージ図をもとに馬毛島について見ていきたいと思います。2021年8月6日、アメリカ軍機訓練及び自衛隊基地を建設予定の鹿児島県西之表市の馬毛島に整備する港湾施設などの基地施設のイメージ図を公表しました。このイメージ図によると、従来公表してきた滑走路や島内施設に加えて、出雲、片護衛艦などの入港用施設として仮設桟橋3本などを設けた大規模な感染係留施設も建設することになったようです。馬毛島について説明しますね。大隅諸島に属するこの馬毛島は、鉄砲伝来の地として、有名な種子島の西方 12km に浮かぶ島です。面積は 8.2。周囲 16.5km の小さな島で、大半が、平地で平らな無人島です。2005年、平成17年の国勢調査によると、かつて馬毛島を所有していたタストンエアポート社、当時は馬毛島開発の従業員15人が住民登録されていて、有人島扱いになっていました。それから15年も経っていますから、状況は変わったようです。国勢調査の2年後の2007年頃より、馬毛島は、アメリカ海軍第7艦隊の空母艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練、FCLP の候補地として注目されるようになりました。そして、国勢調査より5年後の2010年、平成22年、防衛省が、馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定、滑走路の整備をして、航空基地だけでなく上陸演習場、事前集積拠点として利用することに加えて、
災害派遣時の物資集積場としても使用する計画を立案、種子島などで地元説明会を行っていました。翌2011年には、馬毛島開発のオーナー一族によるトラブル、社名が変わったタストンエアポート社による滑走路建設開発などが原因となり、数々のトラブルが発生していました。同じ日本の北では、最悪に苦しんでいた人々がいましたが、南では巨額が動くことによってトラブルが起きていたというわけですね。同じ国内のこととは思えないような断絶感です。さて、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練候補地として、馬毛島を日米安全保障協議委員会2+2の公文書に表記しました。2018年、平成30年には、防衛省が、馬毛島を、海上、航空両自衛隊拠点として使用する方針を発表。翌2019年に、タストンエアポート社との売買契約が、合意に至り、着々と計画が進められている模様です。計画では、出雲、潟越艦に、艦載予定の F-35B 戦闘機は、宮崎県のニュータバル基地に配備されることになっています。馬毛島を、この F-35B の離発着訓練に利用し、さらに、海自の鹿野や、基地の P-3C や空自新田原基地の F-15J を展開させるだけでなく、沖縄本島の航空自衛隊那覇基地に配備されている F-15J を、有事の際には、分散配備する先として利用することも、計画とされているそうです。防衛省は、当初計画に沿って、アメリカ軍空母艦載機の FCLP にも活用するとして、空自の F-15J を使用して、FCLP に使用する滑走路付近での騒音測定を、2021年5月に行いました。その測定結果を公表した上で、各自治体に対して説明を実施したのです。馬毛島を管轄するのは、種子島の西の表市です。ここでは、2021年1月に市長選挙が行われ、基地整備に反対する矢板氏が、わずか144票差で当選しました。この結果に、馬毛島の計画推進を懸念する声があるのですが、西の表市議会は、自衛隊施設誘致に賛成の姿勢を示していますから、今後は、市長&反対派市議 VS 推進派市議の動きに注目が集まっていると言われています。なお、種子島島内の3市町村のうち、中種町と南種町では、自衛隊施設整備に賛成派が多数を占めているそうです。防衛省は、海上、航空そして陸上自衛隊それぞれに、馬毛島での各種訓練を計画しているそうです。隊員は150から200名で常駐させる予定です。そのために種子島に宿舎を建設して隊員と家族を居住させることにしています。施設の保守管理に必要な最低限の隊員以外の基地隊員は種子島の宿舎から定期船などを利用して通勤することになるだろうということです。首都圏以外の日本各地で問題になっている過疎は種子島でも例外ではありません。基地施設ができれば、1000人近い若い世代の人口が増えることになるはずです。それは地域の活性化には望ましいことですし、基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品は当然地元で購入されることでしょう。そうすれば、島内経済の活性化に大きく貢献すると思われます。種子島全体としては、自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いと見られているのは、そのためです。8月6日に発表された、防衛省の馬毛島基地のイメージ図で印象的なのは、前述の通り、島東側の海岸線に予定されている、
船の係留施設です。これによって、19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの出雲、片越え艦が、接岸や入港も可能になるのです。この係留施設は、桟橋の他には、防波堤や消波下げが建設される予定です。これらは、大量の物資搬入や人員、燃料の海上輸送には必要不可欠なもので、沖合 1300m の距離まで延伸されるということです。さらに滑走路に沿って、駐機場スペースと関連施設、管制塔などが建設される飛行場支援施設、訓練施設などの他に、航空規格納庫、燃焼、弾薬庫、揚陸施設なども、イメージ図には配置されているのがわかります。馬毛島は、海抜最高点でも、71.7 メートルしかない、平坦な島ですから、横風対策として、滑走路が2本建設され、風向きに関係なく、航空機が離着陸できるように考慮されています。馬毛島は、もともとは、アメリカ海軍空母の FCLPO の施設としての利用目的が、最初にありました。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは、乗組員の休養や補給整備のために、年に数ヶ月は横須賀に寄港していますが、その間に、艦載機パイロットは、空母着艦資格維持のため、陸上飛行場における FCLP の実施が義務付けられているのです。平時は、おおむね、年に1回ないし2回の訓練が、5月か8月に実施されていて、1回の訓練は、10日間ほど、昼夜の区別なく実施されるそうです。かなりハードですね。この FCLP は、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立てて、タッチ&ゴーを繰り返す訓練ですから、特に夜間に行われる夜間、離着陸訓練では、騒音問題が多発し、住民も、防衛省双方にとって苦いものでした。日本国内では、第7艦隊の空母艦載機が、厚木基地と横田基地などと併用で実施されていましたが、騒音問題によって、1991年、平成3年、8月からは、小笠原諸島の硫黄島基地で行われるようになっていたのです。硫黄島は、日本から遠く離れていますから、騒音問題は解決されたのですが、問題は移動距離です。アメリカ海軍は、厚木基地から硫黄島基地まで、1000km もの距離があるため、パイロットの疲労や航空機の疲弊、燃料消費などによる経費増大など不満を持っていたそうです。2017年には、空母艦載機が、山口県の岩国基地に移転したのですが、それでも、岩国から近い代替地での FCLP 実施を要望していたのです。多額の費用も負担させておいて、訓練場所に不満たらたらというわけですが、余分にかかった経費は日本へ請求するのですから、日本にとっては、どうあっても金を取られるという感が強いと思ってしまいます。岩国基地から近い代替地ということで浮上したのが、馬毛島だったのです。馬毛島の面積の 99.6% は、国が購入したようですが、残り、わずかな面積は、かつて島民がいた頃に建設された学校などで、ここは、西之表市が所有する土地です。これをもって、矢板西之表市長をはじめとする、反対派が、私有地を拠り所として反対意見を表明しています。また、島の固有種であるマゲシカの絶滅危惧を訴えることで自衛隊施設建設を拒絶することも想定されています。しかし、種子島内の2町や鹿児島県が施設整備に賛成の態度を表明していることもあって、地元である西之表市の反対は
大きな障害とはならないと考えているようですね。